最初に1分ほどでございますけれども、山田先生の方から自己紹介をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。私はもともと京都大学で、体育と理科の教員免許を2つ取ったという珍しい、経歴を持ってまして、特に保健体育 と、理科の高校の免許両方持っているのは日本でも一人じゃないかと勝手に思ってるんですけれども、それをまあ活かしながら、スポーツや身体活動と体の仕組みについて研究をしているということになります。またウィスコンシン大学というところに、昔留学しておりまして、猿で腹8分目にすると、どうなるかという研究にも携わっておりました。また、国際共同研究ということで、いくつかの論文がサイエンスに載っているという形になっております。詳しくは中で説明させていただきます。以上です。山田先生ありがとうございました。それでは早速でございますけれども、もうちょっとスライドでお話をさせていただければと思います。まず先ほど申した通り、本日4つのトピックです。1つ目がどうして中年太りになるのかということ、そして中年太りの解消法、中年太りとあとはフレイルの関係、そして最後に、ちょっと今後の未来の研究との話になりますけども、山田先生2022年の10月にサイエンスにも掲載されましたけども、水の代謝の研究で世界的にも有名な方です。なので、そういったものとこういう中年太りとか健康そのものについて、どういう関係性があるのかみたいなことも話していければなというふうに思っています。これよくテレビとかでも取り上げられているかと思いますけども、山田先生、この分野においては国のガイドラインのエビデンスを提供しているような方ですので、科学的にこういったことを論じようというのが本日の趣旨でございます。よろしくお願いします。それではまず一つ目ですけども、どうして中年太りになるのかということを話したいと思います。先生、まず中年太りっていうのがあるんですけども、これは科学的に定義はされているんでしょうか。中年太りという言葉自体科学的な用語ではないので、定まった定義はないんですけれども、一般的には意図していない状態で体重が増加して、特に20代に比べて40代ぐらいで、体格指数 BMI というものが25を超えて、中にも身体組成、体の中の組成の変化生じて、腹部に脂肪が蓄積している状態のことを中年太りと言っているのが現状かと思います。わかりました。科学的には決まった定義みたいなのが明確になってるわけじゃないけども、一般的に健康診断とかで我々が注意されるようなものっていうのはこういうことです。そうですね。わかりました。それをいかにして予防するのか解消するのかということをお話しいただければと思います。まず最初なんですけども、そもそもどうしてこの中年太りと言われる状態がダメなのかということをご説明いただければと思います。そうですね。太っているそのものもリスクとして病気やその後の疾患のリスクがあるんですけれども、さらに中年太りで脂質異常症だったり高血圧症だったりとか、あるいは血糖値がコントロールできてない状態ですと、さらに脳卒中や心筋梗塞のリスクが高いということで、これはメタボリックシンドロームの基準として表現されているんですけれども、その根底には体重の増加というのがあります。わかりました。まず、脳卒中とか心筋梗塞ってイメージしやすいものがリスクが高まってしまうのが中年太りだということですね。最近分かってきている、リスクとして、太ってるだけでも特に中年期ですね、では、の肥満が、その後の認知症のリスクにもつながるということが分かってきていて、それは30以上の BMI、 日本人なかなかいないので、これ海外のデータなんですけど、だ と、74%、軽度肥満と呼ばれている25以上でも 35% 増の、認知症のリスクがあるということまで分かってきています。脳卒中とかイメージしやすいんですけど、この認知機能にこうやって病気というか認知症になるリスクも、中年太りだとこうなりうる。そうですね。中年太りになるのは何でかっていうと、これはやっぱりみんな思ってると思うんですけど、基礎代謝っていうのがやっぱどうしても年とともに低下するよねっていうのは、多分みんなが最近太ったっていう時に誰しもが言うし、私自身もそう思っているので、これってある意味、やむを得ないんじゃないかなっていうふうに思ってるんですけども、そこはちょっと科学的にどうなんでしょうか。
そうですね。で、実は中年太りの原因は、これまで考えられていたような代謝の低下ではないということが、我々のデータから明らかになってきたということになります。あ、科学的にデータが出てるってことなんですかね。そうですね。で、こちらの方は2021年に、私を含む、世界80人のデータベース、約1万人のデータベースを作りまして、その基礎代謝量を、生後、8日から96歳までの、調査をしたところ、特に20代中盤から60歳までの間の基礎代謝量というのは、ほとんど変化がないという、そういうデータが出てまいりました。糖と脂肪の燃焼量に違いが、基礎代謝がなかったということですね。そうですね、違いがないという。でさらに、こちらは二重標識錐というアンテロイ体を用いて調べたものになりますけれども、1日何キロカロリー使っているかということ、こちらの方も、20代後半から60歳までの間で、ほとんどその、1日に使っているエネルギー消費量というものも見た目では全く変化がないような、ことが明らかになってきたということです。なるほど。これはこうやっぱサイエンスに載ってるっていうぐらいなので、これやっぱ世界的に見てもやっぱりこの結果っていうのはある程度の新規性を持って捉えられてるっていう。そうですね。やはりそのもう少し早い時期からこう加齢に伴う、代謝の低下っていうのがあるんじゃないかという予測されている中で、実際そういうことがないというのがこういうビッグデータで分かったっていうことはとても大きなことだと思います。世界的に見てもやっぱ基礎代謝にこの20代後半から60歳の代謝がほとんどないっていうのは、かなり新しい発見だった。そうですね、珍しいことをだというふうなことだと思います。わかりました。山田先生たちの研究だけがあったと。で、やっぱそうやって思うのが、じゃあなんでなんか私自身もどう考えても20歳の時よりはこう太ってきているんですけども、なんで中年太りになるんでしょうか。そうですね、代謝の低下が理由っていうふうにこう言い訳ができればよかったんでしょうけど、ある人にとってはね、皆さんにとっては代謝の低下は理由にならないと。そう考えると、一つ一番大きいのは、ほんの少しずつ、後で具体的な数値を示しますが、カロリーオーバーの積み重ねが大きな問題であるということが分かります。で、20歳から1日に必要な摂取カロリーよりたった10キロカロリー、これ測ることがほとんど難しい、だいたい 1.4g っていう体重の変化なんですけれども、それだけ多くカロリーを摂取してたら20年後には体重10キロ増加するということで、これは国民健康栄養調査という国のやってる調査のだいたい平均の増加量と同じぐらいです。じゃあもう本当に飴玉1個舐めちゃったらもう15キロとか増えちゃうぐらいなんです。簡単に言うとそれぐらいなんですね。それぐらいのカロリーのプラスマイナスの、調整がうまくいってるかいってないかで、中年太りが起こるか起こらないかが決まるということです。だからほぼほぼ自分じゃ認識してない、昔と食う量変わらないのに体重増えちゃったっていうけど、それをあんまりにも認識できないぐらいちっちゃいカロリーのオーバーが積み重なって20歳の頃より10キロ増えるみたいなことがあると思います。そうですね、はい。で、2つ目の理由としては、その生活のリズムの違いにもありそうだということが分かってきました。で、特に若い時には家でしっかり管理されて早めにご飯食べて、それから寝るっていう生活してると思うんですけども、社会人になると夜遅くまで仕事するしなくちゃいけない、でその後に食事をとったり、あるいは、飲み会をしたりとかっていうことで、寝る直前に食事をとる人が多いと思うんですけど、後で説明しますが、そうするとその燃えるエネルギーが少なくて、どうしても1日に消費する消費エネルギーが、少なくなってしまうという理由があります。確かに学生の頃はね、家でご飯を親がまだ作ってくれたっていうのが、働き始めると残業して飲みに行ってみたいなのが結構続いたりするので、やっぱり寝る直前にね、食うと牛になるとかって言われますけど、それを実際にやっているわけですから、それが積み重なっているということですね。で、原因のもう一つは、その脂肪を燃やすということが
弱くなる、その力が弱くなる理由があるんですけれども、褐色脂肪細胞という言葉があるんですが、その細胞がなくなってくるというのが、20代以降特に生じてきます。この褐色脂肪細胞というのはなんか私あんまり聞いたことがないんですけど、どのような細胞なんですか？そうですね、脂肪細胞というと一般的に脂肪が8割程度含まれるような、油滴という形で、細胞の中に溜まっているものを思い浮かべます。でこれ白い細胞なんですけれども、脂肪を溜める細胞だけじゃなくて、実は脂肪細胞の中には脂肪を燃やす力が非常に高い細胞があります。で見た目はベージュ色をしてますので褐色脂肪細胞というんですけれども、普通の脂肪細胞に比べてミトコンドリアの量が多いんですね。はい、そういうような内褐色脂肪細胞というのがあります。わかりました。なるほど、脂肪っていうと脂肪を蓄えるだけって思うかもしれないんですけども、その中でもミトコンドリアを多く含んでカロリーを多く消費する細胞があるということで、これはどんな人にもあるものなんでしょうか？生まれた時は皆さんあるんですけれども、成人になってくるとある人ない人に分かれてきます。で、いろんな条件があるんですけれども、一つは年齢とともに減ってくる、もう一つは寒い環境にいる人に多いということが分かっています。これは体のどこにでもあるというわけではない？そうですね、首の周辺、鎖骨の周辺、肩甲骨や脇の下にあるんですけれども、そのあたりにあるということが知られています。暖房の効いたところにいる人っていうのはやっぱり寒さに暴露されないんで減っていくみたいなのもなんか明らかになったりして、そうですね、こう年々肥満者が増えている一つの要因として、昔よりもこう暖かい環境、快適な環境で人が過ごすようになったのが理由としてあるんじゃないかというふうに考えている研究者も増えてきています。そういうふうな研究されている研究者がいるということです、はい、これはまあ偶然にもちっちゃい時にやらされた寒風摩擦、上半身裸で冬こすったりするところと似てるというのが面白いですね。わかりました、はい、次に行きます。でこちらは、そうですね、でもう一つ大きな原因としましては筋肉の質というもの、量はあまり変わらなくても、質が悪くなるということが、この30代40代ではあるということが分かってきました。で具体的に20代の筋肉というのは筋肉の細胞の中に水がしっかり溜まったみずみずしい細胞でできているんですけれども、特に60代の筋肉を例にとりますと筋の細胞の中の水がこう減ってくるんですね。で、スカスカの筋細胞になって筋の外側、細胞の外側に水が溜まってくる。で、細胞のレベルでいうとビーフジャーキーのような乾燥したような細胞になっているようなイメージになってきます。だから筋細胞から水がどんどん抜けてっちゃってシワシワの筋細胞みたいになっちゃう、そういうイメージですね。そうするとやっぱりカロリーを消費する効率が悪くなっている、はい、筋肉が発揮できる力が弱くなったりとか、そういうので、脂肪を燃やす力がもう弱くなってくるというふうに考えられます。わかりました、ありがとうございます。で今科学的に中年太りといわゆる我々が認識している状態がどうして起きるかってことをご説明いただきました。で続いて、じゃあそれを具体的にどう解消するのかということで、科学的にどういう解消法があるかってことをご説明いただきたいなと思っております。よろしくお願いします。はい、10キロカロリーのコントロールをどのようにするかっていうのは非常に難しいんですけれども、一つ目はとにかく摂取量をどのようにコントロールするか、もう一つは代謝をどうやって増やすかっていうことになります。すごいシンプルですね、はい、入りをコントロールして出す量を増やしていく、その通りです、はい、じゃあ摂取のコントロールについて、はい、で最初に説明させていただいたほんの少しずつのカロリーオーバーの積み重ねというのを防ぐには腹八分目という言葉、これは江戸時代の、養生訓という本に書かれているものですけれども、その、腹八分目というのをいかに意識するかというのが大事になってきます。これはだから今まで私たちが前提として持ってた基礎代謝が、ね、年とともに減っていくっていうのだと8分目どころか代謝が減るので5分目4分目にしないと
体重をキープできないんじゃないかなって思いがちですけど、科学的には基礎代謝はほぼ変わらないんだから、25歳から60歳まで8分目で抑えればいいということが科学的に分かってきてるって感じ、はい、で、まあ、具体的に言うと、そうですね、分かりやすく腹8分目にする方法としては、おかわりの無料とかライス無料とか大盛り無料みたいなものを断るということとか、あと一番大きいのはあのグラムあたりのエネルギーが密度が高いものを避けるということが非常に大事で、ドーナツやポテトチップスとかそういったものっていうのは、同じ 100g でも例えばおからみたいなものに比べると、エネルギーの密度が高いので、どうしてもカロリーをたくさん取ってしまうんですね。そういったものを防ぐのが効率がいいのかなと思います。だからちょいちょい食べので取るカロリーが多すぎるものってことなんですね。そうですね、わかりました。これは、まあ、特に私大阪来て思ったんですけど、ね、大盛り無料、おかわり無料、ライス無料が結構大阪ね東京に比べてもなんかいっぱいあるような気がするんで、ね、まあ、私もついついやってましたね。はい、わかりました。幸せな文化ですけどね、気をつけないといけない。腹8分の効果がまだあるということ で、まあ、後ほど腹8分の研究については紹介いただければと思います。はい、で2つ目が代謝の増加というところでご説明お願いいたします。はい、でポイントとしては、食べること自体は実はすごく大事な痩せる第一歩なんですね。全く食べないということは代謝の観点から考えないといけないというところがあります。それはどういうことですか？理由としては、食べたものを消化あるいは吸収する作業の中で、食後誘発性熱産生という言葉が後で出てくるんですけれども、そういった代謝につながるということが大きなポイントです。だから食べるっていうことで胃腸がどんどん動いたり胃酸が出るみたいなことがカロリーを消費する要素になっているんですよ。だからこれはなんか昔私が大学生の時とかに、まあ、結構有名な歌手の方とかがマスターの言い方ですけど、6時以降食ったらあかんでと、6時以降食わなければ痩せるんやとかって聞いたことあるんですけど、やっぱそれぐらいやっぱり夜は食うのを一切控えるっていう感じをイメージしたらよろしいんでしょうか？食事を、いつするかといつ寝るかとの関係で、食後誘発性熱産生の大きさっていうのが変わるという研究は確かにあります。で具体的には、就寝の4時間前から3時間前までの間に食事した場合と、1時間前から、まあ、寝る直前に食事した場合との間で比べると、実際に食事誘発性熱産生というのが、直前に食べてしまうと、カロリーが下がかかってしまうんですね。そういう理由があります。だからこれって寝るとすぐ太っちゃうっていうのは、なんとなくその寝る前にたっぷり食うってことを曖昧に悪いのかなと思ったんですけど、実際は体が消化しているカロリーを最大限消化させて、カロリーを消費させるためにも観点からもこういうふうに早く食った方がいいっていうことなんですね。なので必ずしも6時までっていう制限はないとは思うんですけれども、寝る3時間前までに食事を終えるというのがとてもいいと思いますので、まあ、仮に遅い人で12時に寝るなら9時まででも大丈夫だと思います。わかりました。でその2が、まあ、代謝を増加するんですけど、日々の、少しの積み重ねの運動っていうのが非常に大事なことだと思っています。これはさっきの裏返しで、基礎代謝が減るんであれば年が減るごとに負荷をかけてきつい運動しないと維持できないと思いがちですけども、そうではないので、基礎代謝しないので、ちょっとずつの積み重ねをしていくという趣旨なんですかね。はい、でこれは、はいはい、ちょうどですね、2024年の1月、今年に厚生労働省、私たちの研究チームも一緒になって、健康づくりのための身体活動運動ガイド2023というのが作成されました。その内容を紹介したいと思います。はい、で、これまでの、まあガイドラインとしまして、分かりやすい表現で1日60分以上、歩数にすると8000歩以上歩きましょう、高齢者では6000歩以上歩きましょうっていうふうに言われていたんですけれども、新しくですね、初めて追加されたこととして、それに筋力トレーニングを、何かしましょうというような、コメントがつきました。これは確かにテレビでもニュースになってましたね。筋トレが初めて追加されたってことで、はい、なんか今まではね、この何歩歩けっていうのを聞いたことあったんですけど、これがまあ去年10年ぶりに改定されてて加わったということなんですね。そうです、そうです。
で、この運動ガイドラインを理解するために覚えていただきたい言葉として3つというのがあります。これは安静にしている時を1とした時に何倍のエネルギーを消費するかで表した指標で、次のグラフで見ていただくと分かるんですけれども、安静が1で、例えばヨガだと 2.5 なんですけれども、3滅以上の活動をしてくださいというのが指針になってます。で、3滅というと歩くで、階段を下るというのが 3.5 ぐらいになっておりますし、筋トレ、軽い筋トレで 3.8 ぐらい、テニス、ランニングになると7を超えてくるというような数字になってきます。わかりました。これは具体的にどれぐらい1週間やった方がいいかとかっていうのがあるんでしょうか？そうですね。で、3滅以上の運動を週23滅っていう数字になっています。これは歩くだけで言うと、歩くのを3滅を1時間1日すると3ですので、それに7日間毎日やると、3、7、21滅になります。でプラス筋トレとかをして23滅にするというのがいいと。要するに3滅を1時間を7日で 3×7 で21で、例えばヨガを趣味でやってる方っていうのはヨガを1時間やれば23.5とかになるので、足りるということなんですかね。はい、もう一つ重要なところで、同じ運動を23滅していても人によって、座りすぎてる人と、よく動いてる人ではがんとか心疾患になるリスクが違うというのが最近の研究で分かってきました。でさらに日本人は、これは世界20カ国の比較をしたデータになるんですけれども、最も座りすぎな民族であるということが分かってきています。そうなんですね。座りすぎがそのがんとかそういう病気につながっているのに、日本人というのはこうめちゃくちゃ座ってる国なんだって。そうですね。で、この座りっぱなしの時間が長くなりすぎないように注意しましょうというのも身体活動運動ガイドに追記されました。わかりました。要するにさっきのって週23メッツしたら、まあ、あとはずっと座ってもいいじゃんって思いがちかもしれませんけども、実際はそうではなくて、その23メッツの運動以外の時も、まあ、なるべく立ち上がったり動いたりってことを意識した方がいいってことがガイドラインに追加されたってことなんですね。はい、なるほど。でやっぱり気になってるのは解消法ということなんで、まあ、具体的にどんなトレーニングすればいいのかなっていうことも教えていただければと思ってます。私運動すごく嫌いなので、私みたいな人がちょっと大阪にまさに来て、中年太りになってきたなって思った時に、ランニングを始めたいと思った時に、結構なんかネットでですね、そのランニングって調べると、まあ、20分以上やらなかったら脂肪燃焼効果がないから意味ないよって言われてしまっていて、いうのが結構多くてですね、で私からすると20分走るのって結構きついんですよね。結構それで運動をしないような人たちからはもうじゃあやめとこってなっちゃうんじゃないかなって思うんですけども、そういうふうになんか長い時間ある程度高負荷のことをやらないと脂肪燃焼効果がないっていうのは、これは科学的に正しいのかなっていうのを聞かせてください。昔は信じられていたんですけれども、実際はそんなことなくて、日常生活でできる細切れの運動の積み重ねで十分効果があるということが分かってきました。でもう一つ重要なところは、逆に運動あるいは筋力トレーニング等をやりすぎる、特に運動の場合はここでは、150分という数字が出てますけれども、150分以上の筋トレをやると、全くやらない場合と比べて、総脂肪だったりとかのリスクが元に戻ってしまうと。だから健康のためにやる筋トレとかはそんなにたくさんやらなくても十分であると。だからある程度高負荷な、長時間の運動っていうのを夜は過剰にやっちゃうと逆に禁物なのでということなんですね。そうですね。分かりました。じゃあ具体的にどんな運動をすればいいかというのを教えていただければと思います。はい、はい、ビルパという言葉が最近研究でよく使われているんですけれども、日常生活の空いてる時間に行える2、3分のですね、活発な運動というのが非常に重要だというふうに言われています。これは、まあ、具体的にどんなものかっていうのを聞きたいんですけど、やっぱり私たちみたいな
日常オフィスにいる人でもできる運動ということ、ね、そうですね。例えばオフィスにいるとほとんどの場合人に声をかけたりで、あるいは、そういう状況だと思うんですけれども、それを一回一回立ってですね、声をかけに行って、で、立って歩いてまた座ると、これでスクワットと同じ効果が1回で得られますので、こういうようなのを30分に1回すると、まあ、1日20回ぐらいできるんじゃないかなと思います。そうですね、8時間勤務だとまあ大体15、6回はできるという感じなので、まあ、確かに私なんか声が大きいので、ね、いつも何々さんって呼んじゃうんですけど、まあ、実際立ち上がって近くに歩くっていうのは大切だと思います。はい、であとはあと、うちのこの研究所のね、あのオフィスでエレベーターとすぐ隣に階段がありますけど、このエレベーター待ってる間で乗ってる間、これ全部活動してないことになりますので、これをですね、階段をしんどい人はまず下るから始めたらいいと思うので、下るでも 3.5 メッツと歩くよりも効果高いですし、もちろん登るということをすればさらに効果ありますけれども、階段の上り下りというのを意識することはいいと思います。もう下りでもいいんですね。そうですね、なるほど。であとは通勤とかもあると思いますけど、そうですね、例えば通勤電車で少しだけかかとを上げると下ろすというのをやるだけでも、普通の立っているのに比べて軽い筋トレにもなりますし、メッツも増えるので、そういった日々できることを少しやるというのがいいと思います。だから日々ただの苦痛だなと思ってたこう満員の電車とか立たなきゃいけない電車も、ある意味座る時間を減らし運動するいい機会になると。そうですね。家事もですか。そうですね。で、家事の活動は非常にいい運動効果、健康効果があると考えられます。で、一番大きいのは、洗濯物を干すために伸び上がったりとか、あるいは洗濯物を畳んだり雑巾掛けしたりするためにしゃがんだりという上下運動があるというのが、人の体にとってエネルギーを燃やすためには一番大事になってきます。上下運動で、じゃあさっきのって、まあ、これはあくまで私みたいな身長と体重の人間のものですけども、イメージとしてはどれぐらい必要になるんでしょうか。そうですね、例えば1日8時間オフィスにいて、電車通勤している場合ですけれども、その場合はオフィスでの立ち上がりを合計20回8時間の中でしていただいて、で、その休憩やオフィスの移動の間に、階段の上り下りを3回、たった3回でいいと思います。例えばフロアに住んでるとか生活してるっていう場合でも、そこまで全部こう階段上がる必要はないと思いますので、3回程度ですね、やっていただいて、であと電車は行き25回、帰り25回ぐらい、ほんの少しでいいので、その積み重ねが一番大事だと。まあ、さっきのデータからするとね、1日10キロカロリーの積み重ねが20年で10キロだから、はい、ある意味こんぐらいを日々意識して上下運動を組み入れるといい予防方法になりうるってことなんですね。そうなんです、はい、ありました。でやっぱり気になってるのは、すごくこう上下運動っていうのはキーになってるかなと思うんですけど、これには何かしらこう仮説みたいなのもあったりするんですか。そうなんですね。で、人間と他の猿、あるいは他の動物を比較した時に、同じ距離を移動するのに対して、人間は非常にエネルギー効率がいい動きができるんですね。そんだけ歩くというのが効率的なんですけれども、その平衡運動が主になっている、歩きというのは、食べ物がない時代においては非常に効率的に、大陸を横断することもできるぐらい非常に効果があったんですけれども、飽食の時代においてはその、効率の良さがあだになっているということですので、それをいかに防ぐかがポイントになります。あ、分かりました。要するに私たちは霊長類から進化して大陸を渡り切った、その効率よく平行運動できる、そうですね、個体の子孫なわけですから、はい、すごくプリウスみたいなすごく効率がいい状態になっていて、逆に言うと木の上り下りっていうのをしなくなった我々は、階段であったりとか屈伸であったりとかっていうので、まあ、非常に効率悪く動いているので、カロリーの消費の観点から望ましいということで、先ほどのような。そうです、そうです。あ、分かりました。
研究のまとめみたいな感じになりますけども、中年太りとフレイルというところにもちょっとお話をさせていただければと思ってます、はい、フレイルについてご説明いただけますでしょうか。はい、今聞いていただいている方にはご存知の方もそうでない方もいると思うんですけれども、フレイルとは日本老年医学会が、提唱している言葉で、健康な状態と日常生活でサポートが必要な状態、介護の状態の中間を表します。特に加齢とともに心身の活力が低下して生活機能が障害されている状態なんですけれども、適切な介入支援により可逆的に戻る可能性があるという状態をフレイルと言います。だから体の機能が衰える状態だけどまだ戻せる可能性がある状態ですね。わかりました。でただ私これを聞いて思ったのが、まあ、今まではやっぱ中年太りの話をしていて、痩せ衰えていくっていうフレイルと中年太りって、まあ、逆の方向なので関係ないんじゃないかなと思うんですけども、これはどういう形で紹介されてるんでしょうか。そうですね、フレイルイコール痩せの人がなるというのがイメージがすごい強いんですけど、実はそうじゃないんだということを私たちの研究グループは発表しております。で、これは横軸に BMI 体格指数ですけれども、で、縦軸にフレイルがどれだけ優勝者がいるかというオッズ比を示しているもので、BMI が適正範囲にあれば最もフレイルの優勝率低いんですけれども、もちろん痩せるとフレイルの優勝率は高いんですが、それだけじゃなくて、BMI が高いと同時にフレイルになりやすい。つまり小太りのフレイル、中年太りからのフレイルに移行する人たちが一定数いるということですね。なんかすごく痩せてる人だけがなるのかなってイメージありましたけど、その仮説だとこれがそのまま斜めに下に下がるのに、そうじゃなくてやっぱり BMI が多いと上がっていくっていうことなので、はい、中年太りの文脈でフレイルを紹介されているということです。そうです、そうです。でやっぱりフレイルはそれだけでやっぱ高齢者がなるイメージだと思うんですけども、これ中年とかっていうのは何かしらこう関係があるものなんでしょうか。はい、日本のフレイルという言葉は日本老年医学会が提唱していて、基本的には65歳以上で評価されるものなんですけれども、特に海外でまず最近調べられているものは、20代あるいは中年期っていった人でもフレイルに該当する人がいて、しかもそのフレイルに該当してしまうと、死亡率がその後、高くなっていくというのが分かってきてます。高齢者だけじゃなくて中年若年もあるってことですね。そうですね。で私たちが、大阪で調査した論文でも、中年期でやはり同じようにフレイルに該当する人がいるということが分かってきてます。なるほど、日本でもこれは例外じゃないということですね。わかりました。で先ほどウィスコンシン州の大学に行かれたということで、はい、猿の研究されたって言ってました。で腹八分目なんですけども、これはフレイル予防にもなるということですか。そうです、実は腹八分目が肥満を予防するだけじゃなくてフレイルも将来的には予防できるという可能性があるということですね。でこれが、図として表しているのが、左側が体重、真ん中が脂肪の量、そして右側が筋肉の量になります。で、腹8分目で生活すると体重が抑えられて体脂肪率が低い状態が維持されるんですけれども、腹8分目じゃなくて腹いっぱい食べた猿っていうのは体重が増えた時に体脂肪率が一緒に増加するんですね。でただちょうど、猿の場合イヤー10、10年くらい過ぎたあたりから筋肉量が劇的に低下してしまうんです。ただその時に脂肪の量はあまり変化しないので、そういうことを考えると、非常にサルコペニアやフレイルになってるっていうことですね。そういうのが言われます。じゃあ猿の研究ですけども、この下が腹8分目っていうか、はい、7分目ぐらいに抑えてる状態とまんべんなくっていうもので、8分目7分目に抑えてる方が筋肉量の低下が緩やかになります。あ、なるほど。まあ、そういった意味で 30% の腹8分目7分目っていうのがフレイルになることを予防するということですね。はい、実際に私たちが論文にしたのもその腹8分目だとその後のフレイルの
猿のフレイルっていうのを調べたんですけれども少ないというのが分かりました。なるほど。で、ある年齢が来たら意図しない体重減少起きないようにということですけども、これはそうですね、先ほどのその適正な BMI の範囲っていうのを考えたときに、痩せすぎも問題ですので、だいたい BMI の範囲でいうと20から 27.4、 少し太っていても問題がないと思います。太りすぎは問題なんですけれども、65歳以上からはちょっと太っていても体が動けば非常にいいかなというふうに思います。ちょうど先ほどの25歳から60歳は基礎代謝が変わりないけど、はい、ちょうど60歳ぐらいからも、基礎代謝が落ちてくると思いますけど、ね、その時はだから過剰に太るのを予防するというかは、ちょっと体重をキープするぐらいのイメージでいた方がいいです。はい、わかりました。で、簡単にまとめですけども、じゃあ基本はだから中年になっても基礎代謝が落ちるということは科学的には明らかになってないということですね。なので、目玉1個以下のカロリーオーバー、それ気づかないぐらいで、あんま空量変わってないよなって思っても、そういったものが積み重なって20歳の空量より10キロ増えちゃったってなっている。で、連続した高負荷の運動っていうのは、逆にあんまりその死亡率を上げる可能性もある。そうですね、やりすぎではなくてちょっとした日常のカロリー消費の積み重ねっていうのが、キーになってるんじゃないかなって、ね、それであとは寝る3時間前までに食事をすることで食べることによる消費カロリーを最大、最大から効率的に活用していくということと、腹八分目を意識すると。そうですね、で腹八分目は触れる予防にも効果的であるということです。わかりました。じゃあまとめていただいたので、これでちょっと水の代謝がもともと山田先生は有名ですので、そこも簡単に説明していただきながら今後の研究の展望についてもお話しいただければと思います。はい、私たち先ほどの安定同位体を使った国際的なデータベースというのを作っておりまして、それで水の代謝回転量というものを、計算で出しました。で、具体的にじゃあそれは何かと言いますと、体に例えば6割とか水があるということは古くから知られていたんですけれども、1日どれぐらいの水が体の中に入ってどれぐらい出ていくのかっていう割合がですね、実はほとんど分かってなかったんですけれども、それが例えば成人だと体の水の 10%、子どもだと 25% も水が代謝回転するということが分かったのが一つ大きなサイエンスの成果です。でもう一つは、その自分の水の体の代謝回転というものが、予測できる式を構築させていただいたということになります。でこういうスライドに書かれている要因が、影響しているんですけれども、具体的には次のスライドに、数字が書いておりまして、この式を用いると自分の水の代謝がどれぐらい行われているのかというのが分かるということで、これはホームページとかで、計算すると勝手に自分の水の代謝が出てくるような、サイトとかも公開されているようです。それ山田先生というか、そこをこれを見てホームページを作ってる人です。これはあれですね、研究発表した時に新聞社の方で堂安選手がワールドカップでどれだけ水を代謝したかみたいなことをやったりされてましたね。やったっていうことで、すごく面白い。いろんな計算ができますね。でこういったものっていうのと今の話した中年太りとかフレイル認知症っていうのはどういう関係性があるかっていう研究はあるんですか？基本的には非常に限られているんですけれども、最近出た動物の実験だと水の代謝を、落とした動物だと、例えば腸内細菌が破綻するっていう論文が最新ので出てるんですね。で、あるいは水というのは体の中で、代謝のベースになる部分ですので、そういったところで水の代謝が十分にないと、体の代謝もうまく起こらない、機能しない可能性があるということも考えられます。でまた高齢者においては水の摂取量が少ないと、繊毛とかが起こって認知症になりやすいんじゃないかということも含めて、いろんな健康状態と関連する可能性があるんじゃないかというのを、考えているところです。なのでまだ水の代謝っていうものを前原先生たちが指揮を出しましたけど、そこから出せれる数値と中年太りとかフレイルとか認知症っていうのをこうマスで疫学的に研究しているのはまだまだ世界でもなされてないので、はい、これから
かなり未知の分野でいろんな面白い発見が出るんじゃないかな、ね、そうですね。具体的になんか研究をなんか大阪でも始めたと聞きました、ね、はい、国立健康栄養研究所は、もともと早稲田、東京の早稲田にあったのが、大阪府の摂津市に移ってきて、まあ、ちょうどまあ1年ちょい経ったところでございますけれども、大阪府摂津市と一緒になって摂津市民で皆様の健康と栄養とウェルビーイングに関する調査を始めたところです。で、郵送調査で1万4000人の回答を得まして、その人たちの追跡を20年間追っかける予定にしています。で、若い人 50%、高齢者 50% の回答得られてますので、若い世代での水の重要性、あるいは高齢者での水の重要性がそれぞれ分かるかなというふうに思ってます。だから山田先生の水の代謝の式っていうのは、正直言うとある特定の水飲んで尿を測るってすごい簡便なので、結構マスで調査がしていくので、まあ調査も調査も実際に、はい、していく、いろんなその関係性が今後この1万4000人、これ摂津市が7万人今日ですからね、はい、かなりの方が回答して、さらに若い世代も回答してくれてるの で、 そうです、ね、非常に面白い研究がこれからできているということですね、はい、これ非常に楽しみでございました。まずは先生からの説明は以上であります。ありがとうございました。